現地10月20日に行われた MLB ナ・リーグ優勝決定シリーズの第6戦、ロサンゼルス・ドジャースは本拠地でニューヨーク・メッツと対戦した。動画、ドジャース・スタジアムにハリウッドの大物たちがずらり、3勝2敗でワールドシリーズ進出に王手をかけるドジャースは初回に1点を失うも、その裏に1番 DH で先発出場の大谷翔平がいきなりヒットで出塁し、 そこを足がかりに2点を奪って逆転に成功。3回裏にはエドマンにツーランホームランが飛び出すなど一気に畳みかけて、ブルペンデーで6対1と優位に試合を進めた。そんな中、大一番を観戦すべく客席には超大物俳優がずらり。フォックススポーツ、公式 X は、彼らもポストシーズンのベースボールを満喫しているようだ、と動画付きで紹介。そこにはジェイミー・フォックス。 ジェイソン・ベートマン、そしてトム・ハンクスのハリウッド俳優3人が観戦する様子が映し出された。これに日米のファンが反応。豪華すぎるだろ、すげえメンツだ、ゲームの価値を高めるよね、さすがにゴージャス、近くに座ってたらドキドキだよ、今日もブラピールの。トムが渋すぎるんですけど、ベートマンはいつもいるぞ、などなど、さまざまな声が寄せられている。 試合はドジャースが10対5で勝利、4年ぶりのワールドシリーズ進出を決め、東の横綱ニューヨークヤンキースと試有を決す。